皆さん、こんにちは。ドラマや映画、CM、舞台など、さまざまな媒体で活躍している芸能人、華々しい生活、活動の裏には、我々も疑ってしまうほどの確執がある人物もいます。今回は、確執が噂されている芸能人を8選にまとめてご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。ドラマや映画でさまざまな役を演じ、可愛らしさとその演技が評価され人気を集めている、今や国民的女優の永野芽郁さん、広瀬すずさん、世間の注目を集め、どちらも有名な女優で活躍し続けていますよね。しかし、このお二人、前から不仲説があるようで共演 NG とされています。2019年2月7日号の女性セブンは、2018年末のNHK 紅白歌合戦の放送中に、司会の広瀬すずさんとゲストの永野芽郁さんを近づけないように周囲のスタッフが険悪な雰囲気になっていたと報じました。不仲説のきっかけは2018年末の NHK 紅白歌合戦でのこと。広瀬すずさんが赤組の司会を務め、永野芽郁さんは審査員として参加しました。星野源さんが同年の永野芽郁さん主演の朝ドラ半分、青い、の主題歌、アイデアを披露すると、永野芽郁さんは目を潤ませ、広瀬すずさんが、芽郁ちゃんどうでしたか?と声をかけました。これに、何回見ても泣きそうになる、と、永野芽郁さんが答える一幕が、しかし、司会をする広瀬すずさんが、タイミングを間違い進行を止めてしまい、自分でも、やばい、と、本気で認識していたと言います。しかし、それを永野芽郁さんの口から改めて「よかったよ」と絶賛されたことから、皮肉を言われたと勘違いし激怒してしまったそうです。お互いを「すずちゃん」「めいめい」と呼び合う仲でしたが、「半分青い」の大ヒットにより2人には亀裂が生じていったといいます。広瀬すずさんは「夏空」で主演の座につきましたが、永野芽郁さんに朝ドラ女優として先を越された形となりました。同誌によると、今や主演級女優となった永野芽郁さんが若手トップだった広瀬すずさんと肩を並べる存在となり、スタッフら周囲が意識するようになったといいます。さらに両者のキャラかぶりを指摘されることもあり、当人同士が意識しないことの方が難しいと伝えています。一方で関係者は、二人が本当に NHK 紅白の共演で揉めたのかどうかは定かではありません。ただ、共演は絶対に事務所が認めません。と断言したといいます。もともとモデル時代仲の良かった広瀬すずさんと永野芽郁さんには、これからも活躍し続けてほしいですね。明石家さんまさんと中居正広さんが、共演 NG という噂はご存知でしょうか。お二人とも様々な番組で名 MC として有名です。そんな二人がなぜ共演 NG なのでしょうか。ことの発端となったのは、フジテレビ系27時間テレビでのこと。16年間にわたって共演していた大人気コーナー、さんま中居の今夜も眠れないで共演していた二人でしたが、2017年以降突如消滅してしまいました。スマップ解散騒動で世間を賑わせていた2016年、明石家さんまさんがそのことについて執拗に質問攻めしたことをきっかけに関係が気まずくなったようです。27時間テレビの放送日だった2017年9月9日は、元スマップ香取慎吾さん、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さんの3人がジャニーズ事務所から独立した日。そんな日に中居正広さんを生放送に出すのは事務所としては避けたかったのか、容赦なしに突っ込む明石家さんまさんを敬遠したとも言われました。明石家さんまさん曰く、中居サイドがオファーを断ったと言われています。当時明石家さんまさんは自身が DJ を務めるラジオ「ヤングタウン土曜日」で、さんま中居の今夜も眠れないだけは別にやりたいって言ったんですけども、
今はジャニーズ事務所側も、今中居を生放送でさんまさんと絡ませるのはっていうことでペケになったんですと不満をあらわにしていたようです。それ以降、明石家さんまさんと中居正広さんの共演歴は確認できていません。恋多き女優として有名な蒼井優さん、2019年に南海キャンディーズの山里亮太さんと結婚し大きな話題となりましたよね。そんな蒼井優さんですが、実は過去に岡田准一さんと交際していました。岡田准一さんは蒼井優さんとの結婚を考えていましたが、結局破局してしまいました。その理由に、なんと女優の宮崎葵さんが関係していると言われ、絶縁状態だと言います。2005年の岡田准一さん主演のドラマタイガー&ドラゴンで共演したことが2人の出会いと言われています。タイガー&ドラゴンは落語に詳しくなくても楽しめる、とても評価の高い作品です。ドラマでは接点があったので、きっと話す機会も多かったのではないでしょうか。しかも実は2人は同じ堀越高校を卒業しているそうです。学年は5つ離れているため同じ時期に通っていたというわけではないですが、初めて話すときはこういう思い出話をしていたのかもしれませんね。2人の交際が続いていくにつれ、岡田准一さんは蒼井優さんとの結婚を考えることになり、岡田准一さんは蒼井優さんのために自宅マンションを約5000万円かけてリフォームしたと言われています。しかしそのマンションに蒼井さんは住むことはなく、2010年に破局したそうです。共演したドラマの2005年から交際がスタートしていて、最終的に破局したのが2010年。その原因に宮崎葵さんが関係しているとの噂があります。岡田准一さんは蒼井優さんと破局した後、宮崎葵さんと交際し2017年結婚しています。そのことが原因で蒼井優さんと宮崎葵さんが不仲と言われており、結果共演 NG にまでなったと言われているのです。2008年、岡田准一さんと宮崎葵さんは映画影日向に咲くという作品で共演して出会っています。しかしこの作品で共演している最中、岡田准一さんは蒼井優さんと交際していましたし、宮崎葵さんの方も2007年に俳優だった高岡壮介さんと結婚しています。蒼井優さん、岡田准一さん、宮崎葵さん、高岡壮介さんの組み合わせで当時ダブルデートもしているんだそうです。そしてなんと岡田准一さんは宮崎葵さんと高岡壮介さんの結婚式にも顔を出していたんです。お互いにすでに親交があったようですが、宮崎葵さんと高岡壮介さんが不仲になり離婚がささやかれる頃、なんと岡田准一さんと宮崎葵さんが温泉旅行に出かけるという大ニュースが報道されます。もしかしたら宮崎葵さんは岡田准一さんのことが好きで、出会った当初から色仕掛けをしていたかもしれません。不倫してた頃は旦那である高岡壮介さんの DV もささやかれていましたし、もしかしたら岡田准一さんに相談していたのかもしれませんよね。宮崎葵さんが岡田准一さんと出会った当時は蒼井優さんと交際していましたが、宮崎葵さんが陰でアタックしていたという可能性もあります。それを蒼井優さんが知って不仲になったという可能性もゼロではないですね。2017年に第30回東京国際映画祭で共演していて、蒼井優さんが宮崎葵さんに触れる場面がありましたが、宮崎葵さんの方から触れることはありませんでした。宮崎葵さんの態度がおかしかったというファンもいます。その後一切共演がないので、やはり互いの関係はギクシャクしているのかもしれません。となると、やはり蒼井優さんと岡田准一さんの破局理由に宮崎葵さんが関係していると言っても何ら違和感はないということになります。現在では皆さん幸せに過ごしているようなので、終わりよければということでいいのでしょうか。元モーニング娘。の後藤真希さんも松浦亜弥さんもそれぞれ
ハロープロジェクトの一時代を築いたと言っていいアイドルです。しかしそんな後藤真希さんと松浦亜弥さんの間には実は確執があったということが言われていたのでした。おまけに後藤真希さんと松浦亜弥さんは相手に嫌いだと告白したこともあったのだとか、2人とも人気が高かった上に歌唱力も高かったために宿命的なこととも言えるでしょうが、本人たちの意思に関係なくファンはもちろんスタッフからもよく比較されてしまったとのこと。これだけでも仲が良くなりそうには思えない条件が揃っていたと言えそうですが、後藤真希さんと松浦亜弥さんには占いがきっかけで確執が生じてしまったという不思議なエピソードもありました。たまたま占い師に占ってもらったところ、両者の結果に大きな差が出てしまったからなのでした。この占いによれば、松浦亜弥さんはダイヤの原石とされたのに対して後藤真希さんは木とされてしまったとのこと。要するに松浦亜弥さんは高く評価され、後藤真希さんはそうならなかったため、これでは関係がギクシャクしてしまったとしてもわからなくもありません。おまけに実際に松浦亜弥さんは順調だったものの、後藤真希さんは母親の不幸、弟のトラブルなど不運が続いてしまったため、図らずも占いは的中してしまったのでした。また後藤真希さんと松浦亜弥さんに確執が生じた原因としては、後藤真希さんの方が1年早く世に出てきたものの、松浦亜弥さんは最初からソロであり、より注目度が高かったこともあったのではないでしょうか。後藤真希さんと松浦亜弥さんはごまっとうのライブにおいて同じ楽屋になった時、後藤真希さんの方が松浦亜弥さんに対して、私はあなたのことが嫌いだと言ってしまったと言います。するとこれに対して松浦亜弥さんも私も嫌いと返すという事態になってしまったというのでした。しかしお互いに心底嫌っていたというわけではなくて、正確には意識し合っていたということらしいですが、当時であればとても発覚してはいけなかったことだと言えるでしょう。ハロープロジェクトを卒業してしばらく経って、後藤真希さんと松浦亜弥さんの現在の関係は良好ということで、今後も確執など生じさせることなく良好な関係をキープしていってくれればいいですね。日本の男性アイドル文化が始まってからこれまで最前線をキープし続け、各時代を代表するグループを生み出してきたジャニーズ事務所。今回はそんな中から2023年現時点でファンクラブ会員数が発足からわずか3年でジャニーズ内で2位という躍進を続けているスノーマンの目黒蓮さんと岩本光さんら6人組のグループだったところに、後から目黒蓮さんら3人が追加メンバーとして加入しています。そんな目黒さんとスノーマンでリーダーを務める岩本光さんの不仲説が噂されています。岩目めこと岩本光さんと目黒蓮さん、テレビなどで見る限り岩本光さんと目黒蓮さんが不仲であるようには感じられません。目黒蓮さんたちの加入当初、岩本光さんが追加メンバーの一人向井浩二さんにあえて厳しく接していたエピソードから不仲を疑われたことがあり、そこから岩本光さん、目黒蓮さんも不仲だと噂されるようになったのかもしれません。また古参のスノーマンファンの中には、追加メンバーをよく思わないファンが一定数おり、 SNS 上で新メンバーいらないという心ない声が広がっていたことがありました。新メンバー反対派のファンの間で、元のメンバーが新メンバーをよく思っていないというのがでっち上げられたこともあり、岩目めこと岩本光さん、目黒蓮さんの不仲説につながったと考えられます。本人たちは不仲などではなく、むしろ仲良しエピソードが多く、不仲の噂は配信などであまり喋っている場面がないことと、ファンによる過激な妄想からの組み合わせへの不満から出たものでした。目黒蓮さんはいざという時腹を割って話そうとするタイプです。なので少しの性格の違いで噛み合わない時代もあったのかもしれません。
スノーマンメンバーで貴族キャラで人気の宮舘涼太さんと目黒蓮さん、2人のコンビは伊達めめと呼ばれています。仲良しコンビの多いスノーマンの中で、伊達めめこと宮舘涼太さん、目黒蓮さんの絡みは多い方ではありません。2人には不仲だった時期があることが判明。宮舘涼太さんと目黒蓮さんはどちらも自分から積極的に話すタイプではありません。2人で話す様子もあまり見られないので、ファンからは伊達めめが不仲、仲悪そうではという疑問が上がったことも。実際に宮舘涼太さんと目黒蓮さんのラジオでの会話が噛み合っていないといった感想からも不仲ではないかと言われていたことがあったようです。しかし2023年4月放送の金スマで、目黒蓮さんが宮舘涼太さんと噛み合わない時期があったと告白し話題を呼んでいました。目黒蓮さんは同じグループになった時に、今までは先輩後輩という関係性だったんですけど、それがメンバーという関係性になった時に変わるなり方がうまくいかなかったと告白。不仲だった時期は目黒蓮さんがスノーマンに加入した頃と金スマで言っていました。目黒蓮さんが加入した時期は2019年1月です。また金スマにスノーマンとして初めて出演した時、不仲だったと金スマスペシャルでも話していました。その金スマ初出演の日は2020年11月20日。少なくとも2019年、2020年は不仲だったことがわかります。しかし仕事中にどっちも言いたいことを言えた瞬間があったとのこと。目黒蓮さんは、そこから僕は伊達さんのことが大好きになりましたと語っています。目黒蓮さんは宮舘涼太さんをこのように話していました。俺ね、伊達さんに対してずっと先輩後輩感みたいなものがあったけど、最近は消えたかも。もちろんいい意味で完全になくなったかはわからないけど、消えていってる感じは確実にあって、うまく説明できないけど、メンバーになったというか仲間なんだって思えるようになった。2021年6月発行分ということは、撮影は4月か5月頃だと思います。よって不仲が解消されていった時期は2021年春頃だと思われます。目黒蓮さんと宮舘涼太さんの会話が噛み合ってないけれど、それがむしろ面白いというファンの方もいました。不仲というよりはうまく噛み合わない2人だっただけかもしれませんね。平成ジャンプメンバーの山田涼介さんが現在はテレビや舞台、ミュージカル出演などで活躍している元平成ジャンプメンバーの岡本圭人さんと不仲という噂があります。岡本圭人さんは平成ジャンプのメンバー時代留学しており、ファンはもちろんメンバーも岡本圭人さんはグループを継続すると考えていました。岡本圭人さん自身が留学前、一生懸命勉強して必ず平成ジャンプに戻ってきたいと思っていますとグループに帰ってくる宣言をしていましたし、ファンも留学を終えたら平成ジャンプに戻ってきてくれると信じていたわけです。しかし結果、岡本さんはグループを脱退。ファンだけではなく平成ジャンプのメンバーたちも相当落胆していました。岡本圭人さんが平成ジャンプの活動を休止することを発表した約1ヶ月前には、平成ジャンプが宮城県の共同観光キャンペーンキャラクターに就任したばかりでした。にもかかわらず留学の理由はあまりにも個人的なこと。他にも岡本圭人さんは一般入試で入学した上智大学も二流の末に中退。プライベートでも女性問題や夜な夜な飲み歩く様子などがたびたび報じられていました。留学理由が個人的すぎることや私生活の乱れがきっかけで不和が起こってしまったメンバーもいると噂されていたのが山田涼介さんです。山田涼介さんと岡本圭人さんは山家とコンビと呼ばれていて、メンバーの中でも特に仲が良く、プライベートも一緒に過ごす親友でした。アイドルとしての意識が高い山田涼介さんは岡本圭人さんの脇の甘さについて
たびたび注意していたそうです。しかし一向に改善が見られませんでした。次第に2人の間に溝ができ、山田涼介さんから岡本圭人さんは冷ややかな視線を向けられるようになったそうです。2011年に山田さんが岡本さんを信用して話したことを、岡本さんが同じメンバーである有岡大樹さんにバラしてしまったことだそうです。これは山田涼介さんが怒るのも無理はありません。山田さんは激怒し、自分の携帯からも岡本さんの連絡先を削除しています。数日間口を聞かない日が続き、事態を重く見た岡本さんは泣きながら謝罪したそうです。その時は山田さんが許したことで元の関係に戻れましたが、連絡先を消すほどの事態になってしまったのは驚きでした。2人は別々の形ではありますが、これからも仲良くしてほしいですね。飛ぶ鳥を落とす勢いのジャニーズグループなにわ男子。キラキラした笑顔が魅力的ななにわ男子ですが、実は裏ではメンバー同士の不仲がささやかれています。特に噂されているのがなにわ男子のメンバーで、道長コンビこと道枝駿佑さんと長尾謙杜さんの2人。その原因は喧嘩の多さだとか、まずは過去にこういったやり取りがあったそうです。おはよう、おはよう、うるさいな、いちいちイヤホン取らんでええねん、鬱陶しいな、聞こえてんなら返事せボケ。こちらは道枝駿佑さんと長尾謙杜さんが高校2年生の時の喧嘩エピソード。長尾さんが道枝さんの挨拶を無視した挙句逆ギレし、道枝さんも応戦しているという喧嘩の内容が雑誌インタビューで明かされました。他にも道枝駿佑さんと長尾謙杜さんは楽屋のハンガーの場所を取り合ったり、朝から大声で喋る長尾謙杜さんに道枝駿佑さんが嫌な顔をしたりと、道長の2人は何かと言い合いになることが多いようです。これに対して他のメンバーはどう思っているかというと、実は全く問題ないみたいです。大橋和也さんがおっ喧嘩か喧嘩かと煽っていくスタイルだったり、高橋恭平さんに至ってはまるで喧嘩を BGM にするかのように全く気にせずゲームに没頭しているそうです。メンバー間ではなにわ名物道長喧嘩と呼ばれ、道長コンビの可愛いエピソードとして認識されているようなのです。つまりなにわ男子にとって道長こと道枝駿佑さんと長尾謙杜さんの喧嘩言い合いはもはや欠かせない日常と化しているんですね。道枝駿佑さんと長尾謙杜さんは同級生活ジャニーズ同期として長年一緒に活動しているので、お互いをよく分かっているからこそあれこれ言いたくなってしまうのでしょうね。いかがでしたでしょうか。今回は不仲確執のある芸能人を8選にまとめてご紹介しました。それぞれもっと詳しいエピソードが気になる方は動画のリンクが概要欄にまとめてありますので、そちらもぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。